石原さとみさん좋아하세요네좋아했어요아좋아했었어요지금은다른사람좋아하세요아니요이제안좋아해요石原さとみさんあ、좋아해요これじゃないよあ、今日皆さんこんにちは、春瀬ひなです。今日は韓国語を話す練習方法3選をご紹介します。まずは目次と結論から。1つ目の方法は韓国に留学すること、2つ目はミートアップイベントに参加すること、3つ目はオンライン韓国語会話の活用です。気になる項目だけ見たい方は目次から飛んで見てみてください。ではどうぞ。以前韓国語の勉強方法、基礎の文法の勉強方法の動画を出したんですけど、それが結構好評だったので、今回は実践編ということで、話す練習をするためにどういう手段があるのかっていうのを説明していきます。じゃあまず1つ目、まあ、一番手っ取り早い方法としては韓国に留学すること、これはかなり時間とお金が必要なので、まあ、できる人は限られているんじゃないかなと思います。実際に現地の人が話しているところをこう24時間ずっと聞くことができるので、リスニングの勉強になったりとか、あと自分で勉強したことをちょっとこのお店の注文で使ってみようとか、インプットしたことをアウトプットするっていう時に、そのタイムラグが発生しない、すぐに実践できるっていうのがメリットかなと思います。一方で私実際に韓国に留学したことがあるんですけど、環境によっては韓国人と話す機会が全くないっていうパターンがあります。例えば語学学校とかに行くと、基本語学学校に来ているのは韓国語を勉強したい外国人の人たちが集まっているので、実際韓国人と友達になれることはほぼなく、その韓国語があんまり上手じゃない海外の友達がたくさんできるっていうパターンが結構あると思うの で、実際その日本に特別興味がある人とか、日本人の友達が欲しいって思ってる韓国人の人と奇跡的に出会えたとしたら友達になれる可能性は高いんですけど、韓国に行ったからといって韓国人とのつながりができるっていうのは、意外とそんなことはないです。ただ韓国の文化自体に興味があるとか、韓国で住んでみたいと思ってる方はもう現地に行くのが一番早いと思うので、お金と時間があればすごく有効な手段だと思います。2つ目、日本国内でミートアップなどのイベントに参加して韓国人とお話をする。これは韓国語だけじゃなくて、いろんな国の人とミートアップって言って、なんかイベントを開催して、そこに外国人の友達を作りたいと思って共通の目的を持った人たちが集まって、まあ、そこで食事会だったり、まあ、ちょっと一緒に観光行くとか、一つのイベントを通してこうコミュニケーションを取っていくっていうイベントです。でそれの韓国人バージョンとか、なんか韓国語が話したい人向けのイベントとかがあったりするので、その自分の目的に合ったミートアップに参加して実際に韓国語を話してみるっていうのも一つの手段だと思います。これは多分大人数で集まったりとか、新しい人と出会って何かを、みんなで何かをするっていうのが好きな人に向いてると思います。私自身はこの韓国語のミートアップに参加したことはないんですけど、英語のなんかミートアップイベントみたいなのに中国とかの留学生の友達に誘われて行ったことがあるんですけど、まあ、確かに実際に英語を話す機会はありました。ただ参加するイベントによってはちょっと目的が違う、こう出会い目的の人とかもいたりはするので、その辺はちょっと警戒しながら、まあ、ただ間違いなくみんな目的が一応一緒ではあるので、話す機会は必ずあると思います。外国人の友達を作りたいとか、人と話すのが好きっていう方に結構向いてると思います。あとは苦手でも、でそこで一回友達を作っちゃえば、次はその友達と一緒にミートアップのイベントに参加するとかもできると思うので、まあ、試しに一回行ってみるのもよし。ちょっとそういうの苦手だなっていう方は、最後の3つ目の手段、オンラインツールを利用する。これは例えばオンラインの、まあ、オンライン韓国語、まあ、オンライン英会話みたいな感じの韓国語バージョンに、まあ、月額料金を払って参加してみるとか、例えば、アプリ、オンライン会話って結構高額なものが多くて、特に韓国語のオンライン会話はまだそこまで普及してないので結構単価が高かったりするんですけど、アプリだと無料で会話できるものとかもあったりするので、その日本語を勉強したいと思ってる韓国人の人とオンライン上でつながって、まあ、5分から10分ぐらい会話をするっていうアプリとかもあったりするので、それをうまく活用して自分が好きなタイミングで韓国人の人と話す機会を設けるっていうのがいいと思います。
私が韓国語を勉強したのは大学生の時なので、苦労して韓国人と話す環境を作ったことはないじゃないんですけど、ただ私もオンラインのアプリで韓国人と通話をしたことは実はあります。その留学に行くまでは一回も韓国人とこう韓国語で話す機会っていうのがなかったので、自分はその留学に行く前に自分は本当に韓国語が話せるのかどうかっていうのを試したくて、アプリで一回通話してみたことはあります。で、今回はマウムっていうオンライン通話アプリを皆さんにご紹介したいと思っていて、実際に私がそのアプリを通して通話をしている様子をちょっと録画してみたので、それを見て、あ、こんな感じで通話するんだなっていうのを体感してみてください。じゃあどうぞ。じゃあちょっとこれで通話してみます。話し友達を探す。話したい言語の国名をタップして、で通話を押すと自動で自分に合った人を選んでくれます。で、この通話を始めるが満タンになったら会話スタートです。こんにちは。あ、呼ばせよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。英語のコンバーセよ。そこまでじゃあらよ。なんで勉強してるんですか？日本語で。あ、どっちでも。ハングマルロード괜찮아요。ただ理由はないけど。アニメーション좋아하세요？いや、アニメより、ドラマの方がいいです。あ、ドラマ。うん。例えば、どんな感じの？5時から9時まで僕を愛してくれたおじさんかな。9時から5時まで僕を愛してくれたおじさん？石原さとみさんが出るのドラマ。あ、石原さとみさん。うん。どんなドラマだろう。ドラマの名前がよく。あ、もしかして韓国語の名前で、あのタイトル。パーシュパーシュカジバルサラゲジュンセニ。몰라요그ドラマ。그래요。石原さとみさん좋아하세요？네좋아했어요。아좋아했었어요지금은다른사람좋아하세요？아니요이제안좋아해요이시아라스토미안좋아해요？결혼했잖아요。아결혼결혼했으니까 이제안좋아해요？네 아결혼したら嫌なんですね。다른좋아하는연예인있으세요？일본인은없어요。아일본인은없어요？한국인은？한국인도없어요。없어요？연예인안좋아해요。아 なんでですか？연예인은안좋아하는데。네。예쁜연예인은좋아해요。아예쁜연예인좋아해요？네그냥좋아한다가끝이에요그이상은없어요。아一番いいと思う。日本には来たことありますか？양국어했다일본어했다 아니일본어를공부하고싶은게아니에요？아니요 아, 아니에요？일본어할수는있어요。아진짜요？그러니까네번정도왔어요。네번인가？아진짜요？여행으로？육하이코라行きました일본에。에삿포로니삿포로？삿포로오도쿄2회나도쿄2회오아3회다3회3회はい、という感じで会話をするというアプリです。私も今までハロートークとか、あとはカカオトークとかで、韓国人の方と通話をしたことがあるんですけど、個人的にはマウムっていうアプリが一番使いやすかったです。なんでかっていうと、他のアプリだとだいたいこう今オンラインになってる人の一覧が出てきて、その中からこうプロフィールとかを見れて、誰と通話するかを自分でタップして決めて、でその人が応答するまで待ってみたいな感じで、結構何段階かあるので、心の準備なんか結構緊張するんですよ。なんかどの人にしようかっていうのを考えるのもそこに結構時間かかって、どんどん緊張しちゃって、あやっぱやんなくていいかなみたいな気持ちになってしまうので、たださっきのアプリだと自分の趣味とかをあらかじめ入力しておいて、であとは何語を話したいのかを押せば AI が勝手に相手を探してくれて、もうすぐにもうボタンを押してすぐに通話がつながっちゃうので、逆に言うと心の準備がないまま通話が始まっちゃうんですけど、その方が続くような気はします。
会話までのステップとか自分で考えないといけない、あの選択肢が短ければ短いほど続くと思うので、結構そういう意味ではこう余計な操作が必要なくて使いやすいなと思いました。なのでもし興味がある人は、日本国内にいて韓国語が話したいっていう方は結構オンラインが一番手っ取り早い方法だとは思うので、ぜひよかったら試してみてください。一応概要欄に詳細は貼っておきます。で、私も実は今オンラインの韓国語講座を作っているところで、まあ、もうすぐ来週あたりには発表できるかなと思うので、ちょっとよかったら私が今までこう勉強してきたこととかを全て詰め込んだ講座を作ってみたので、来週の動画で発表するつもりなのでお楽しみにしてください。じゃあ今日はこんな感じです。ご自身に合った方法で韓国語の会話の練習してみてください。では最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。